もしもし、アンカローさんですか？うんうん。え、そうなんですか？わかりました。皆さん、新しい情報が入りました。アンカローさんに新商品が登場したそうです。早速調査したいと思います。行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。新商品が出たと聞いてやってきたのですが。はい、和菓子屋なのにマドレーヌでございます。マドレーヌですか？はい。しかも黒いですね。そうなんです。アンカローといえば黒スイーツのイメージが強いですが、今回は何なんですか？なんとですね、なんと黒ごまを使ったマドレーヌでございます。和菓子屋さんのマドレーヌ気になります。ではいただきます。ごまの香りが豊かで香ばしいですね。こちらですね、なんと自社でごまを焙煎しておりまして、それをペーストにしてこの中に組み込ませていただいております。ごまへのこだわりがすごく強いんですね。そうですね。ちなみにこのもちもちとした食感は何ですか？こちらですね、米粉を使っております。小麦粉も入ってるんですけど、米粉の割合が非常に多いマドレーヌでございます。なるほど、はい、米粉を使ってるからこのような食感になるんですね。はい。見た目にもインパクト大なので手土産にもぴったりですね。もちろんです。なおの豆知識コーナー。昔からごまは栄養価の高い食品として知られ、生薬にも用いられていたそうですよ。アンカローの黒マドレ、見た目もインパクト大の和風マドレーヌです。ぜひ阪急オンラインショッピングでお取り寄せしてみてくださいね。以上、デパ地下グルメうまいもの調査隊でした。また来週。